どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレ、この新しいウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は来ました、世界が誇る名曲、世界が誇る、まあちょっととにかく世界中で歌われているあの曲です。ビリー・ジョエルのピアノマン、こちらの曲をこのウクレレを使いましてガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。やった。この曲はね、私も大好きで、とうとうこの曲やるときは来たんですけれども、はい、ガズレレショートカットバージョン、これすごく長い曲ですけど、多分繰り返してるんでね、一個のこの、基本のところが分かると歌詞を書き足すっていけばできるということになってますから、はい、いつものように2バージョンでやってみます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超簡単バージョンやって、後半は3拍子、この曲3拍子なんですよね。でこのストロークも3拍子、独特の感じでかっこいいバージョン、しなやかにやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ憧れの曲、青春の思い出の曲、やっぱ心込めて歌いたい曲、カラオケ行ったり CD 聴いたりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾く弾き語り、これ最高なんです。ぜひ皆さん始めてくださいませ。とは言っても楽器が苦手なんですよね、もう音楽やったことないというそこのあなた、ウクレレこれが最高なんです。これね、ちっちゃくて簡単なんですよ。簡単だけど奥も深いですからね。この奥の深いっていうのが本当にね、また楽しくなっちゃうやつなんで、もう本当にこれね、面白い楽器です。ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どん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 音楽がウクレレで楽しくできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクありますけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレを触ってるだけで、あ、私今できちゃったってすぐなりますからね。皆さんぜひ始めてください。じゃあリンクここにありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたあらゆるジャンルの、洋楽はもちろん、最新 J-POP から夏メロからもう昭和の名曲からアニメソングからもう洋楽、ハワイアンもあります。まあいろいろありますので、それをやろう。700曲も上がってますからね。さっきのリンクのね、下の方に行くと検索できたり、いろいろ探せたりするようになってるんで、ぜひお気に入りの曲を探してください。それでは早速参りましょう。ビリー・ジョエルのピアノマン。まずは初心者さん向け簡単バージョンなんですけど、今日はですね、これ3拍子の曲で、コードがこう並んでるんですけど、この、例えばこの C と G7 と Am だったり書いてあるじゃないですか。1個につき1回にします。シンプル簡単バージョンはね。後半はまたちょっと変わりますけど、ゆっくりね、やってみましょう。ピアノマン、シンプル簡単バージョン、やってみます。Then an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Then a man, when I wore a young man's cross, sing as the song of the piano man, sing as the song tonight, where we are in the mood for the melody.And you got this feeling right. せーの、じゃじゃん。はい、ピアノマン、ガズレレ流簡単版、ショートカットバージョン、1番だけですけど、もう1番だけでもなんか十分世界観が伝わるなって感じ。ゆっくりやるとまただいぶ雰囲気が違うと思うんですけど、今ご覧になって分かったテロップね、
1コードにつき1回弾く、でもどんどん動いていくんで、置いてかれないようにちょっと注意してください。で、洋楽の場合は私歌詞カードにどんどん書き込んでいくっていうのをやってるんですけど、この曲に関しては動画のテロップを見た方がもしかしたらわかりやすいかもしれないんですけど、一応見ていただきましょう。これね、今のやったシンプル簡単バージョンほんとシンプルにしてますけど、後半やるかっこいいバージョンはちょっといろいろ、盛り込んでますんで。その時のもちょっと出てきますけれども、まぁ、ちょっとひとまずね、こんな感じですってことで、こんな感じでガツを書き込んでますよって、この例として一個見といてくださいね。これが歌のところで、ここにコードを書いていくって感じですけど。はい。で、ここ感想をまたやって、はい。で、今度も超シンプルですね。まぁ、見て、いただいてわかると思うんですけど、コードはもうひたすら繰り返す感じで、ここの、ラーラーラーリラーのところだけちょっとこの面白いコード展開になり、また戻ってくるという感じの、主にこの流れになっております。まぁ、ちょっと一応一時停止してみてもらえるか。はい、じゃあここ一時停止。か、ここもラーラーラーが最後のところ。はい。で、これさっきも言ったんですけど、これフルでやりたい方はずっとこのコードを繰り返して歌詞が変わるだけですので、ちょっと自分で書き出してみてください。で、出てくるコードなんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはこの5個なんです。コード5個。C と Am と F と D7 と G7。この入門コード5個で今のピアノマンやりました。こっちは後半出てくるんでまた解説しますけど、まずひとまずここの5個のコードは、簡単な入門コードのうちの5個なんですよ。で、これです。ガゼレリ必須コード。ガゼレリ必須コードというのは8個のコードのグループの仲間の呼び名を言ってるんですけど、このウクレレで音楽を始めようと思った方、ウクレレにとってものすごく便利なコード8個あるんですよ。これ一番最優先で覚えてもらいたいコード。そのうちの今日5個です。その8個のコードはどうしても覚えた方がいい。しかも簡単なんですよ。だけど8個あるでしょ ?8 個あるとごちゃごちゃ頭になっちゃうんで、それをものすごくわかりやすく整理して覚えられる。楽しい動画をこの私が以前撮ってます。ここにリンク貼ってます。このガズレリスコード8個のコードはここでマスターしてください。これまあ必須ですからね。お願いします。じゃあここからかっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンはですね、ちょっとコードをちょっと足されますよ。見てみましょう。まずここに書いてある。C サス4と C メジャー7って呼びます、これ。大文字の M はメジャーです。まず C サス4から。C を押さえたまんま、ここ足す。これですね。C と C サス4。はい。これ結構キーポイントになります。C から、C サスとこういう響きです。はい。で、C メジャーセブンは、イントロメロディーの時にちょっと出てくる、一点出てくるんですけど、この響きもいいですよ。C、これ簡単ね。C のここから一個ずれただけ、こう。はい。はい。こんな感じになります。で、まずね、この曲は3拍子って言ったんですけど、最初やったシンプル簡単バージョンは、コード一文字につき一回弾いたじゃないですか。今度は、一つの文字で3回弾きます。このイントロのとこちょっとこうテロップ見てください。こういう感じです。ワン、ツー、スリー。こんな風に進んでいきます。じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃん。こんな感じの雰囲気ですね。じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃん。1、2、3、1、2、3っていう3拍子のリズムですからね。はい。で、これを確認しといてもらった上で、イントロ。ちょっと、ここからディープになってきます。ここ見てください。はい。ここですね。イントロ。ここのところを、これテロップの方が見やすいから、ここちょっと書いておきます。この通り弾いてみますね。イントロ A っていうのは前半、イントロ B っていうのは後半です。イントロ B からやります。ここ。サス4。C メジャー7。メロディー。ちょっとここもう一回、ここの最後のフレーズのところやりますね。ワン、ツー、スリー。口で言うと、デンダガダン、ダンダガダン、C メジャーセブン、デンダンダン。はい。まずは C 押さえて、C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  サスポー、ジャンジャジャジャン。次、C メジャーセブン、ジャンジャジャジャン。次にメロっていうのが入るんですけど、このメロはね、ここに書き出したんですよ。ここは、映るかな？あ、上が1弦ですね。C、要は1弦の3フレットを押さえたまま赤いところが動く。要は C サス4 C、これ C アドナイスってコードなんですけど、一瞬して、デンデンデンって弾くわけですね。ここで分析すると、C、C サス4 C メジャー7、1、0、3弦の2っていう風になります。ちょっとね、ここもう一回分析します。C、C サス4 C メジャー7、
1、0、2、3弦の2、2弦の1、2弦の0、3弦の2、 C を弾きながらこの2弦の1、0、3弦の2フレット、これを、はい、これがイントロの出てくるかっこいいメロディー、これね肝ですから、やってみてください。もう一回見とく、これ、はい、これメモっといてくださいね、ここね、はい、102、はい、こんな感じです。はい、次どんどん行きましょう。そして次はですね、このラーラリラーラリラーラララ、ここ見てください。 G7 G7、 ん、何これ、 G7 プラス1弦の3フレット G7 プラス1弦の5フレットって書いてあります。ここジャーン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 って上がってきます。これ文字で書くとこんなややこしいんですけど、テロップだとこうやって書いておきましょう。いいですか、その前のラーラーラリラーラーラーラリラー、次です。 G7 G7、 3フレット5フレット、 G7 は2フレットでしょ、これ2フレット2フレット3フレット1弦分かった？ 3 フレット5フレット、2フレット2フレット3フレット5フレット5フレットっていう小指でいくわけです。これね G7 のこの薬指を離さないとここ届かないかもしれないです。2、2、3、5ですからね、はい、ここで盛り上げる感じ。もう一回いこうかな、なってます、5フレットまで、はい、ここ決めてみましょう。そんなことを踏まえながらですね、これ3拍子ですからね、この曲は3拍子独特のあのこのゆったりした感じがうまく出せる、あのピアノマンのあの空気感出せるようにちょっとこう押したり弾いたりしながら、この雰囲気も込めて、ガズレレ流ピアノマンかっこいいバージョンやってみます。1、2、3、4、ピアノマンビリージョエル、ガズレ流かっこいいバージョンやってみました。
いい曲ですね。これはですね、私は思い出があってですね、ハワイに行った時にですね、ホテルのビーチバーで飲んでいたら、その地元のね、ローカルのバンドがこの曲をちょっとこう、ね、あの、ゆるい海辺バージョンでやっても、それがすごい良くてですね、それからもすっかりもうビリー・ジョエルの CD とか買ってしまったんですけど、まあ、気持ちいいです。やっぱりね、最高。音楽はね、聴くのいいですけど、やる方がやっぱいいですね。皆さんもどんどん楽しんでやってください。はい、ガズレレホームページ、どうもご覧になってください。ホームページを見ると、いろいろ最新情報が載っております。イベント情報も盛りだくさんです。はい、こちらご覧ください。6月16日は沖縄那覇。6月30日は、長野県長野市。7月は奈良まで行きますからね、皆さん。イベントはですね、めちゃ楽しんで。ぜひ皆さん、来てね。沖縄那覇はね、6月15日に、純駆動書店さんでトークショーサイン会もやりますので、よろしくお願いします。前日。その16日、翌日はもうみんなでワイワイやりましょう。で、都内ではこれがあります。ドン！千人ガズレレ@アースガーデン代々木公園、入場無料です。これはですね、もう毎年恒例になってて、今年で3回目なんですけど、とにかくこの今ご覧になってるガズレレ YouTube で、この曲やるよーって言ってみんなシェアして、皆さんそれぞれ練習してきて、当日ね、ちょっと合わせて、息合わせて、みんなで代々木公園のステージに登りたい人は登って、下でもいいです。もうとにかくみんなでわーっとでっかい声でやろうという。面白いのがある。千人ガズレレ、7月6日、真っ昼間、覚えておいてください。よろしくお願いします。ホームページにその辺のことを詳しく書いていくんで、ここにリンク貼っておきますけど、よろしくお願いします。そこにブログも書いてあるんでね。ガズさんブログでめちゃくちゃいいこと発信してるんで、ぜひ読んでみてください。さあ、音楽、どんどん楽しんでやりましょう。今ね、暖かくなっていい季節になってきます。今日は雨降ってますけどね。ウクレレは関係ない、そうなの。わーい、楽しくやりましょう。さよなら、バイバイ、またね。チャオ。